私の名前は島根ゆりえ、専業主婦、夫明人と2歳になる娘リナと3人で暮らしている。行ってらっしゃい。ほらリナもパパに行ってらっしゃいって。パパ行ってらっしゃい。お仕事頑張ってね。ああ、行ってくるよ。今日は早めに帰ってくるからな。昔とある出来事があり、私は心にあるしこりを残しているが、それでも妻として母として現在は日々育児に奮闘しながら頑張っている。うちは父が会社経営をしていて、会社は兄が継ぐことになっているから、そういった後継ぎ問題などは特に何もないのだけど、それなりに厳しく育てられたおかげで教養も常識も幼い頃から叩き込まれている。人の道から外れ、人様に迷惑をかけるようなことは決してするな。もしそのようなことがあれば、たとえお前が俺の大事な娘であろうと、徹底的に制裁を下せ。それを忘れるな。はい、お父さん。結婚すればお前は私たちから完全に自立し、一つの家庭を持つということ、一人でどうにもできないことは手助けする。それ以外は己で思考し、自力でやること。それを意識して自分のやるべきことを全うしなさい。はい、私が結婚する際もそんな言葉をかけてもらった。結婚し子供を持った現在も自分の役割を全うし真面目に生きてきた私、そんな背景があることは夫も知っている。しかし夫は突然私に娘の DNA 鑑定を要求してきた。理由を聞いてもいいかしら。女の子は父親に似るものだって聞くのに、リナは全然俺に似てない。俺に似てないどころか、俺の実家の誰とも似ていない。生まれた時から似ていないのがずっと気になっていたんだ。確かに娘は可愛いけど、俺の中で 100% にならないんだ。このままずっとモヤモヤしたまま娘を可愛がりたくない。だから頼む。理由を尋ねるとそんな答えが返ってきたのだ。わかった、いいわよ。その前に一つだけ聞いてもいい？ DNA 鑑定を要求するってことは、私の不貞を疑っているってことよね。それはまあ、そういうことになるかな。私が何か疑わしい態度や言動、そういった証拠は証言がそれとなくあってそう言ってる。正直不倫なんかしたら、あなたどころか間違いなく自分の親から袋叩きにされることがわからないほどバカではないのだけど、うちの家庭が厳しかったのはあなたも知ってるよね。いや、そういう怪しい行動があったわけじゃないし、確信はできないけど、それでも娘は俺に似てないし、万が一ってこともあるから。まあいいでしょう、そこまで言うなら納得いくまでやりましょうか。こうして夫の要望で娘の DNA 鑑定をすることに。1週間後結果が届き、無事に夫と娘の親子関係が認められた。よし、これで思う存分娘を可愛がることができるよ。よかった。それはいいけど、何か言うことないの？そう夫に尋ねると、夫はしばらく考えた後に満面の笑みでこう言い放った。俺たちはもう不安も不満もないし大丈夫だ。これから3人で幸せになろうな。そう、そう満足げな夫を私は冷めた目で見ていた。それから夫は娘を今まで以上に可愛がっていた。土日は家族で出かけようか。どこがいいかな？遊園地行きたい。そうかそうか、リナは遊園地がいいか。たくさん遊ぼうな。土日の予定にはしゃぐ夫を私は冷ややかな目で見ていた。土日に家族で出かけるのは正直約半年ぶりぐらいだ。それまで私が娘をどこかに連れて行ったり、実家の両親と一緒に出かけたりしていた。その間夫は娘と遊ぶことも出かけることもなかった。それを何とも思っていないようだ。それから1ヶ月後、私は再度夫に尋ねた。 DNA 鑑定をさせたことに対して何か言うことはない？何を？娘との血のつながりも分かって俺もほっとしたし、平和じゃん。夫はしばらく考えた後、怪訝な顔をしてそう返してきた。もう一度聞く、娘と私に何か言うことは？なんだよ、何もないって言ってるだろ。何が言いたいんだ？言いたいことがあるならはっきり言えば。明らかに不機嫌になった夫に私は笑顔で言った。そう、わかったわ。じゃあこれ。え？お望み通りはっきり言うわ。あなたとは離婚します。荷物はもうすぐまとめ終わるから、終わり次第リナを連れて出ていくわ。夫に離婚届を突きつけ、笑顔を崩さないまま夫に離婚を宣言した。なんで？どうして？いきなり離婚だなんて。理由は？フリーズ状態から我に返った夫は動揺しながらそうわめき出したので、きっぱりと理由を教えて差し上げた。そんなの決まってるじゃない。自分自身は妻の妊娠中、しかも里帰り中に浮気したくせに、バレてないと思い込んで今日まで何でもないように隠してるくせに、革新的な理由も証拠もなく妻の企みを疑って、娘にも私にも謝りもせず、何のフォローもせず、自分だけ自己完結して何事もなかったかのように終わらせているところがもう無理なのよ。夫はハッとした顔をした後、顔面蒼白になっていた。
そう、実は夫は私の妊娠中、それも里帰り出産で家を空けていたその間浮気をしたのだ。アキ君と私は結婚するのよ。あんたは邪魔なの。私たちの間をあんたが邪魔してるのは分かってるよね。とっとと離婚してアキ君を解放しなさいよ。あなた誰ですか？どちら様？名前を名乗ってください。私はアキ君の最愛の妻になる田中美奈子よ。アキ君は私と結婚したいって言ってるの。分かったならアキ君とさっさと別れなさいよ。そうでしたか。それは失礼しました。すみませんが、馴れ初めを教えてくださいませんか？夫はバレてないと思っていたようだが、夫の携帯を盗み見たのか、私の携帯に浮気相手から何度も離婚を催促するわめき散らした電話があったのだ。その電話はすべて録音済み。その時更新所に依頼して不倫の証拠も手元にある。不倫相手はマッチングアプリで知り合ったとある会社で派遣社員をしている年上の女性だった。もちろん離婚も考えたが、ある時から浮気相手からの連絡がバッタリなくなった。夫がうちの実家に顔を出してきた際、申し訳ないと思いつつもこっそり携帯を拝借し中を見たら、どうやら浮気相手との関係は終わっていたようだった。複雑だけど、私と子供の元に戻ってきてくれたって考えたら、これは私の中だけに留めておいた方がいいのかしら。相引きしている最中、どうやら浮気相手が夫に対して本気になったのか、かなりごねていたが、夫は逃げるように連絡を断ち拒否をしていた。それを知った私は考えに考えた末、一時の火遊びだと流すことにしたのだ。実際、里帰りするまでに夫はかなり私を気遣ってくれて協力的だったし、私が夫への愛情を捨てきれなかったのもあった。しかし、冒頭でも言ったように、心にしこりを残しながら少しずつ忘れようと努力していたところに、夫からの DNA 鑑定の要求、その瞬間にざーっと愛情が冷めてしまった。あなた、娘のことも他人の子じゃないかって疑ってる最中なのか。随分と素っ気なかったわよね。土日に遊ぶこともろくにしないで、私に任せっきりで、娘がパパと遊びたいって言ってるのに、あなたはまた今度また今度ってあしらって、とうとう娘を泣かせてたこともあったわよね。この1ヶ月間、ずっと様子を見ていたわ。その中で私は娘に対して、謝罪の気持ちや申し訳なさを感じているような態度。またそんなフォローがあればまた違ったかもしれないけど、結局あなたは自分のした過ちはすっかり忘れ、何事もなかったかのように生活しようとしている。そして、何か言うことはないのかと尋ねればないと言い切った。だからここで完全にあなたに見切りをつけることにしたの。確かに浮気したことは俺が悪かった。けど、そんな昔のことを持ち出さなくてもいいじゃないか。今さらそれを持ち出して離婚だなんてさ。なるほどね。あなたが自分のしたことに対しての認識がその程度だってことはよくわかったわ。浮気したことだけじゃなく、自分を棚に上げて私に DNA 鑑定をしろと要求してきたことや、娘に対しての態度のことも離婚の理由なんだけど。それに、俺と離婚しても専業主婦のお前が生活できるわけないだろ。家はどこに住むんだ？忘れたの？私、修行の資格持ってるんだけど。ブランクはあるけど、再就職には困らないわ。実家の両親が持ってるマンションの一部屋分けてくれるって言ってるし、住むところも十分よ。それに離婚に対して十分にバックアップするから徹底的にやりなさいってさ。毅然とした態度でそう言い切ると夫の顔色が真っ青になっていた。慰謝料も養育費も財産分与も請求します。ちなみに浮気相手の田中美奈子さんからは慰謝料もらい済みだから、あなたの居場所と離婚することを伝えたら喜んでたわよ。実はこの1ヶ月間はずっと離婚に向けて動いていた私は、不倫相手と話をつけに会いに行った。本当に？本当にアキ君と離婚してくれるの？ええ、ですからどうぞ再婚でも何でもしてください。もちろん慰謝料は払ってもらいますけど。アキ君と結婚できるならいくらでも払ってやるわよ。金額を言いなさい。不倫相手はそういった感じでこちらの要求に応じるようだったので、簡潔に作った誓約書に署名と捺印をさせ、相手の気が変わらないうちに早急に決着をつけたのだった。なんでそんな余計なことは。それにもう終わったことなのに慰謝料だなんて。慰謝料請求の時効は浮気を知ってから3年。つまりあなたの浮気したことに対する慰謝料請求がまだできるってこと。こちらの要求に応じないのなら徹底的に戦うから、それでもいいわよ。そうあっけらかんと言ってみせると、夫は降参したのか何も言えなくなり、静かにうなだれていた。そして夫は私との離婚を選択し、無事に離婚が成立。慰謝料も養育費も財産分与も勝ち取った。この大バカ者が。耳の形なんてあんたにそっくりじゃないのよ。なんてことを。元義両親は泣いて元夫を責めていた。元夫はせめて娘との面会だけはと月3万で月1回の面会を了承。その後
娘との面会時にげっそりと痩せた元夫からの近況報告。元夫は結局浮気相手に家に押しかけられ、押し切られるように再婚。前に携帯を見たやり取りからかなり粘着質な性格なようで、毎日どこに行った、どこで何をしていたかなど報告を強制され、家計も管理されてるんだとか。こんな生活もう嫌だ。なあユリエ、何でもする、何だってやるから、俺たち元に戻れないわよ。戻ってこれるチャンスは3度もあげたつもり。それから3ヶ月後、元夫は養育費すら払わなくなり、そのまま音信不通になった。元義両親に連絡して元夫の様子を伺うと、やはり不倫相手からかなりヒステリーを起こされたようで、会社への通勤以外は全く自由にできず、身動きが取れない状態だそうだ。俺は悪くないのに、こんなのあんまりだ、どうにかしてくれ。そう言って義実家に泣きついてきたそうだが、そんなことを終始はめいていたんだとか。元義両親もそんな元夫に呆れ果て、ほぼ絶縁状態になっているそうだ。そういった状況ですから、養育費は私たちが立て替えて一括で支払います。いえ、そういうことでしたら無理にとは。いえ、このお金は将来息子の残すはずだった相続分でのお金です。どうぞ受け取ってください。そうですか、わかりました。元義両親が養育費を代わりに一括で支払うということで合意した。不倫相手に元夫の居場所を教えたのは軽い仕返しのつもりだったけど、想像以上にえげつない状況に陥っているように少しだけ同情したのだった。それから数年後、今度の土日はピクニックなんてどう？同僚からいい場所を教えてもらったんだ。近くに大きな公園があってさ、遊べる遊具がたくさんだって。ピクニックいいね、行きたいな。いいわね、お弁当張り切って作っちゃうわよ。私は再婚し、昨年再婚した夫ユートと6歳になる娘と3人で平和に暮らしている。弁当作り一緒にやるから、買い物に行くなら声かけてな。いいわよ、これくらいやらせてちょうだい。私すっごく楽しみにしてるんだから。何言ってんだ、俺から提案したんだからやるのは当然だろ。ユリエに負担かけさせるために提案したわけじゃないんだしさ。ありがとう。あなた、ユリエ、いつもありがとうな。俺のわがままにも付き合ってくれてさ。俺もっと頑張るから。マイホームのこと、そういうのはわがままって言わないんじゃない？気使わせてるとか負担かけさせてるとか思わないでよ。私はあなたの妻なんだから。泣きそう。ユリエとリナに出会えた俺は本当に幸せ者だ。私たちは共働きで、今は2人で貯金中。お金を貯めて将来は家族で住むマイホームを建てるという夫と交わした夢を叶えるため日々頑張っている。パパ、この大きな滑り台もう一回に行こう。ちょっと待ってリナ、パパちょっと休憩してもいいかな。ダメなの、こっちこっち、パパってば。楽しそうでよかった。夫は娘と血はつながっていないが、娘を自分の子供のようにたくさん可愛がってくれている。そんな様子を見て、やはり親子や家族は血のつながりが全てじゃないんだなと改めて思うのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。